おはようございます。しっかり寝るタイプ。朝起きたらツイッターのいいねが、え、だよね、なんかさ、今日朝さ、さっきさ、ツイッター見てたらさ、なんかいいねが開けなくなりましたみたいな出てたんだけど、どういうこと？なんでこれ困るんだけど、全部リトークしろってこと？リトーク？何？リツイート？え、めっちゃ、え、これから先？え、それはめっちゃ困るんだけど。え、なんで、何のためのそれなの？しかもアップデートしてないのに勝手にそうされた。やめてほしい。プライバシーの交渉、もうこの世界にプライバシーなんてあってないようなもんや。今さらいいねにプライバシー言われても、え、てかブックマークとかあるじゃん。別にプライバシーってブックマークどういうこと？私は後から見たいものとかは別にブックマークで保存して、そう、なんか足痩せとかそう、みんなその存在を知らないんじゃない？困っちゃう。バジュンさん、ハートありがとうございます。誰が決めたの？誰が決めててもいいよ別に。誰が議題に出したの？そのいいのなくそうよみたいな。誰が最初にそんなこと言い始めたん？最初に言った人じゃん。
いいねはプライバシーがなんちゃらかっちゃらです、いいねをなくしましょう。めっちゃ困った。めっちゃ困ってる。だって全部リツイートしたらそれはなんかさ違う。なんか違うんだって。抗議。訴えてる私が何かを。香りが香ってる。ちゃんと。なんでだろう。昨日特別したことはめっちゃシャンプー量使ったのとコンディショナーもめっちゃ量使った。量増やして。髪いい香り。ガイアさんハートありがとうございます。とりあえず今日の4時間の私の時間、私の配分としてはまず最初にアップティーを覚える。うわ今日のマネージャーさんに昨日のうちに言っとけばよかった。私紙資料の方が覚えれるんですよね立ち位置。だから紙でくださいって言っとくべきだった。やらかした。まあいいや、とりあえず覚える。でドラマを保存します。今からはい、すいません、アラームです。全力でアラームがこっから先いっぱいになります。今何するって言って携帯触ったっけ。アラーム全部消したら忘れた。あ、違う、ドラマを保存しようって話。まだ終わってないのか、これ。このドラマ自体。
私終わってないやつ見てたんだ今。やってんな。やってんな。ミスってんな。最終話6月13、あ、今日さ放送だって最終話。じゃあ今日4時間暇な間にこれを一気見して、で今日普通に見れるじゃん。よかった、今日最終話だった。めっちゃちょうどいい。私明日何？仕事ないかも明日。あ、明日時間ある。じゃあ明日もドラマの日にしよう。いや、わかんない。急に入ってくるかもしれない。それは嬉しい。普通に。うん、アップティは今日覚える。うん、ちょっとやっぱりなんかなんとなくだけど、今日か明日って言ったらなんか今日の方がいい気がしてきた。つっちーさん、ともゆきさん、たいやきありがとう。たいやきちゃん、ありがとうございます。今日はドラマじゃない、なんだっけ、ドボン配信をしようかなっていうのを思ってます。昨日のドボンタイムのドボンを やるよっていう配信。お、しようと思っています。
あれネットワークエラーって出てきちゃった。おはよう。おはようございます。夜の配信の話ね。ドボンドボンの話は前髪長いのよ。昨日切れるよっていうメイクさんいらっしゃらなかったから、昨日切ってもらえなかったんだけど、今日はあの AKB のメイクを普段担当してくださってる方じゃないメイクさん、その他の先方さんのメイクさんなので前髪はお願いできない。今日のお仕事はだからちょっと我慢、ちょっと長いけどちょっと我慢。4時間あるからパックもできちゃう。なんか前の時もそうね、頑張る。今だ、もうちょうど8時だ。結局何時なんかさ、あでも歩けるか意外と、その足が痛くて無視されたところが、気持ち早めに出ようかなとかって思ったけど意外と歩けそう。あれ充電器刺さってんのに充電されてない。なんでやめて、本当にやめて、それだけは。え、おかしいって。ちょっと待って、壊れた。よし。
あ、怖い怖い。他の端末挿して試してみる。あ、いけた。なんか相性が悪かったのかも。端末と充電器の他の端末がいけました。とりあえず良かった。今日持っていくもの、メイク道具以上以上。パックね、あと。メイク道具の大きさ気になる。地球8個分。おはようございます。フルーツジュースと。なんで今日4時間待機なんだろう。いや、なんかがあるならいいんですよ。その待機の間にサイン書かなきゃいけないとか。何も書いてなかった。普通に。でもそれが例えばレッスンとかだったら、レッスンじゃないか、その AKB の中でのお仕事だったらいいんですけど、そうじゃないから。なんでなんですか、遅くしてくださいとは言えないですよね。そう、みんなで言うと、その集合がこの時間です、でも朝礼まで4時間あります、でも必ずこの集合に時間に集合してくださいって言われるのと、集合っていうか、朝礼じゃない、何でもいい、なんかズームのミーティングとか、あ、ズームミーティングならいいか、違う、ミーティングが4時間後ですっていうのと、集合してくださいこの時間に、でもその先方さんとの会社とのミーティングは4時間後ですみたいな言われたら、そんな先方さんのみたいななるじゃん何言ってんだろう。しかも今めっちゃ普通に
そうだよね。そういうこと。もう4時間あったら出るんじゃないかな、うち。とりあえずパック持ってって寝よう。そういえば iPad のさカバー新しくしなきゃって言ってて、あ、それでもよかったか、昨日。俺なら早く行く理由聞いちゃう。え、多分先方からその時間で来てるんでってしか言われない先方さんがその時間でって言ってるんでって言われるから、もう分かってる、分かりきったろもう。だからいいの、しょうがない。4時間待つことも仕事。なんか髪の毛抜けた音した。大丈夫そう。おはよう。やらなきゃいけないことあるかな。いや、いっぱいあるんだけど、やるべきことは。でも気持ちが乗らないよね。今日の現場の Wi-Fi ネット環境いいかな。てか Wi-Fi あんのかな。うわ、なさそう。無理か。いや、頑張る。ネット環境はあるけど Wi-Fi がないと思う。そんな気がする。どうにかします。Wi-Fi ネット環境、 Wi-Fi 環境がなくてもいいようにドラマを録画じゃない保存したので、ちゃんとそこはちゃんとしてる。えらい。
時間を過ごす方法を模索してます。眉毛も整えよう、ちょっと綺麗に。だってなんだって4時間あるから。寝たらごめん。ちょっと待ってね。着替えをしなきゃいけないまず。なんか今日暑くなるのかな。まあでも基本的に着替えたらもうその服だからいいのか。きっとそのね。何が楽だろう。ジャージ？ジャージが一番楽なんだけど、本当に。ジャージで行こう。そろそろ終わろうかな。準備して着替えてゆっくり出発したいと思います。
ありがとう、みんな見に来てくれてありがとうございました。そうですね、私もできます。みんなもお仕事一緒に頑張りましょう。私もお仕事頑張ろう。えいえいおー、ということでまた夜はドボンね配信しますので、ドボン配信メーカーよろしくお願いします。それでは行ってきます。行ってらっしゃい、ありがとう、またね、バイバーイ、ありがとう。